チャーボくんゲームです。やべ2020動画っていこうので、今回はですね、こちらのユーロ周回 P ガチャから登場 FP ゴレツカ名称をやっていきたいと思います。バイエルミュンヘンゴレツカですね。ドイツ代表なんですけど、バイエルミュンといえばね、チャンピオンズリーグバルセロナ VS ね、バイエルミュンヘン、とんでもないスコアになってね、バイエルンが8対2で勝利かな。あれね、びっくりしたんですけど、いつかね、レベマめちゃくちゃ強くてですね、これで総合値97まで伸びます。でも、能力のね、バランスの良さが半端ない。そう、バランスやっぱ足元の技術でしょ。で、パスできて、スピード瞬発力も全然ありますし、キック力、ここはね、今回大幅上昇してますね。オフェンスのところで、まあ、得点のところもね、しっかり取っていける力、オフェンスでのね、前線での動きの部分、キレもね、増してるんじゃないかなと。じゃあ、フィジカルコンタクトとボディコントロール、ここ両立してるんで、ドリブルですね。まあ、ボール取られにくい。で、フィフェンス能力も悪くないんで、ゴレツカ非常に熱い選手。まあ、ワンタッチパス持ってるの非常にでかいですね。ちょっとヒールトリックで体勢悪くても出せますし、からのボックスボックス、走り回るよと。ゴレツカ、BM シャスだけど、勝利、総合値がね、97と。鬼高で調子つかめていく。いきましょう、アイジュース。ちょっとベースチームドイツにするの忘れてましたね、完全に。これはね、ちょっと集中していこう。ベースチームドイツしてなかったけど、次の試合ちょっと行く前にね、しようかな。ベースチームドイツ来た、ゴレツカー。オッケー、キック力上がってますからね。来週希望受けない。オッケー、キック力上がってますからね、来週希望くらい。ナイスー。ということで、ゴレツカ、いい位置上がってきましたね。まあ、攻守バランス取れてるんで、まあ、しっかりゴールも狙いつつみたいな形で頑張っていこう。ゴレツカ使ってあげて。いやー、これは無理か。 OK、 ナイス。ドリブルからのキックで返し、うわー、うまいとこ上がってくるな、それキーパー。いやー、いいとこ上がってきたな、ビエラ。ゴレツカの上がりに負けじとね、ビエラの鬼の上がり。前半集中。まあ、ゴレツカに限らずね、いろんな選手で点を取っていくスタイルでいきたい。シンプル通します。うーわー、内房すぎ、内房すぎる。これ使う、通します。うーわー、内房すぎ、内房すぎる。これ使う、ザ・バランサーですからね。通常でも本当にあの使用感めちゃくちゃいいんで、これ使うに関しては厳しい。ここうまい、やらせない。うー、ルンメニゲ、何ルンメニゲ、ルンメニゲやばいっすね、あそこ。いやー、通していく。でしょー、クライフ飛び出していく。すさまじい点の取り合いですね。ちょっと負けられないね、これは。オッケー、よーし、これっすか、ナイス。ちょっとギリギリしたけどね、しっかりとゴレツカの活躍、バランス取れてますね。あらゆる場面ですね。まあ、こういうところはやっぱ中盤のところでオフェンスセンス今回上げてるんでね、しっかり上がってきてからの、これキックインでかけてね、で、キック力上がってるんでね、こういうところキーパー反応的に決めると。てめえ、まだまだね、ゴレツカ FP いきたいと思います。いきましょう、ゴー。さあ、ゴレツカいきましょう。ベースチームドイツでね、設定していき直しました。ゴー。ギャー、不調。不調ですか、ゴレツカ。シャーシュー行きましょう。まずは、最初注意ですね、ここのキックオフを注意して、ナイスナイスナイボー。オッケー、ベルカンプ、オッケー、これっすか、ナイボー、ナイボー、オッケー、ベルカンプ、オッケー、これしかないもん。2枚引き付けのギリギリでアシストしたね。前半ゼロ、これしかないアシスト。フィニッシュ、うお、すごいフィニッシュ。すんげえフィニッシュです。そのまま行こう。ナイス、ドリブル、ドリブル、ドリブル、
よっしゃ、これつか、噛みすぎ。よっしゃ、これつか、噛みすぎ。あそこはね、頑張ったね。頑張った、腹減った。うまい。いや、でもそっからは大丈夫です。うっそー、まさかの位置から決めましたね、あれは。オバミアンの腰のひねりがありましたね。でも、かかり方だったんで。オッケー、危ねえ。よし、これですか。マジであの得点でかすぎる。さあ、あーしゃ。ナイス、1ゴールアシストかな。でね、もう1試合、これですかね、いきたいと思います。得点にアシストね、さらに奪っていきましょう。週刊ゴールス選手、これですか、絶好調。引いていきましたね、ゴールスカ絶好調。よっしゃ、行こう、ゴールスカ、お願いします。よし、グライフ、ゴールスカ、ネドベド見えた。で、ゴールスカ、ゴールスカ、ここで2枚抜いていく。ナイスドリブル。これつか、ここで2枚抜いていく。ナイスドリブル。大胆なね、緊急停止感のバーストだね。いやー、あれ気持ちいい。でもやっぱポイントになってますね。1-0、ね、いいけど、もう1点欲しいな。いや、ナイボ、これ、うわー、ゴレツカ、それはおしゃれ、おしゃれ番長ですね。これ、うわー、ゴレツカ、それはおしゃれ、おしゃれ番長ですね。これはやばいかもしれない。メッシうまい。今のロナウジーニョかな、アシスト。オッケーオッケー、ナイスナイスナイス。いやー、見てんな、それ。これ見てますね、お相手。うわー、無理だ、ここマークが。後半すごいね、こう痺れる感じになってきましたね。伸びるストレッチマンですね。いけるかもしれない。これつか、いける。いやー、ちょっとぎっくり大変ね。くやー、これは悔しい。ジコン、ボディコンの両立からね、ここの緊急でしょ。これファンダイクと誰かな、メッシかな、2枚ね、グバッといってますね。そしたら行こうかな、最後勝って終わりたいと思います。行きましょう。さあ、ラストゴレツカ行きましょう。ということでね、バイエルンミュンヘン、ドイツ代表の力ですね、ゴレツカ行くぜ。ということで、調子普通ゴレツカ、よーし、行きましょう。そう、うわ、マジか、ワンパス点抜けてくるか、そこ。やばいですね、前半もうチャンス1回も作れてないかも。押し込まれてる、ずっと。ずっと押し込まれてる。ちょっと待って、危ない。うわ、やっぱこういう展開はあるよな。1試合の中でまだチャンスが作れてませんね。前半はね、何もできませんでしたね、正直。何もできなかった。いやー、うますぎる。マジか、そこうまい。いやー、うますぎる。マジか、そこうまい。メッシ完璧だ、今のドリブル。やりたいことやられたね。こっから逆転あるかな、これ。行きたい、でも勝ちたいんだ。オッケー。いや、あるかな。まあ諦めないでいきましょう。よし、これは決めよう。 OK で、落ち着いていきます。 OK、 ここはシンプル落ち着いていきます。よっしゃ、あるよ。諦めないですからね、サッカーはね。やっぱり2アウトからなんでね、絶対諦めないよ。どんだけ最後ね、負けそうになったってね、諦めない、それがサッカー。いや、寄せよ寄せよ。さあ、ボールを取りに行くんだ。まあ2点差なんで、1点差なんでね、
あると思う、まだ全然。で、大丈夫。OK、裏はケアした。あとはここで取って、早めのカウンターですね、ここ。よし、諦めないんだ、早いカウンター。さあ、どうする。ビエラ狙っちゃおう。ビエラ、ビエラ、よく決めた。よしよし、追いつきましたよ。そして最後、ゴレツカでフィニッシュでね、すべてが揃いますね、ピースが。ゴレツカ、ゴレツカよ、ゴレツカ、よく決めた、マジで。いやもうこの試合はなんかゴレツカメイン仕様というよりはね、もう本当にあの最後まで諦めない精神的なサッカーのね、真のサッカーみたいなところですね。3対2ナイス。もう底力中の底力みたいなね絶対負けないという気持ちのところがね、最後ゴレツカに伝わってね、今回メイン仕様周回 FP ゴレツカでした。まあ、すごく楽しくですね、やっぱ攻守のところで最後あそこしっかり上がってきてくれるの、これですね。もうね、本当に体力もないと思うんですけどね、ゴレツカ。ナイスでまた4種使って試合の方やっていくんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。挑戦のゴレツカウェブ、ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。